皆さんこんにちは。私は丸の内で事務職の仕事をしています。本日は4月の購入品の紹介をしていきたいと思います。私は普段そんなにしょっちゅうお買い物をするタイプではないんですけれど、4月はたまたま欲しいものがいろいろあっていくつかお買い物をしたので購入したものを紹介していきたいと思います。で、全部で商品は5点あります。1つ目はこちらです。スナイデルホームでルームウェアを購入しました。ちょうどギンガムチックのルームウェアが欲しいなと思っていて、いろいろなサイトを見漁っていた時に見つけて可愛いなって思って購入しました。で、着てみるとこんな感じです。私は家にいるのが好きで、家で過ごす時間が長いタイプなので結構ルームウェアはたくさん持っているんですけど、お気に入りのものが増えて嬉しいです。で、これはセールになっていた商品で定価が6930円なんですけど、 40% オフで4000円ぐらいで購入できました。2つ目はこちらもスナイデルホームで購入したもので、これはブラウスっぽいトップスになっています。これは新作の商品で、さっき紹介したシャツの実物が見たくって店舗に行った時に見つけて、で、一目惚れして購入しました。で、着てみるとこんな感じです。で、私は服を買う時って頭の中に欲しい商品のイメージがいつも明確にあって、例えばブラウスが欲しいなってなったら、のこういう色で袖は何センチぐらいで、丈は何センチぐらいで、素材は例えばポリエステルでみたいな、頭の中に欲しい服のイメージがしっかりとあって、で、そのイメージ通りのものが存在するのかっていうのをまずネットで検索して探して、で、もしあればそれをお店に行って実物がイメージ通りかどうかを確認して、問題なければ試着して購入するっていうのが私のお買い物の仕方なんですね。なので、欲しい服のイメージがない状態でふらっとお店を回っても欲しいものが見つかるってことは基本的にはないんですね。なんですけど、このブラウスは探していたわけじゃないのにすごく私の好みだったので、試着してすぐに購入しました。私はコーラルピンクとアイボリーの2色が色の中で一番好きなんですけど、この服はまさにその2色の組み合わせ で、デザインも可愛くて自分に似合うなと思ったので購入しました。で、本来の使い方としてはルームウェアなんだと思うんですけど、私はこれを夏の出かける時用のブラウスとして使っていこうと思います。で、ボトムスはこういうアイボリー系の無地のスカートとか、あとは同じくアイボリーのこういう無地のパンツを合わせるとすごい可愛いと思うので、こういう感じで会社にも着ていきたいなって思ってます。で、3つ目はユニクロで購入したカーディガンです。これは UV カットクルーネックカーディガンっていう商品で、値段は2990円でした。色はピンクって書いてあるんですけど、この絶妙なコーラルピンクって感じのカラーが可愛いなって思って購入しました。私はユニクロだとサイズはだいたい XS か S サイズを着ることが多いんですけど、このカーディガンは羽織るっていうよりはボタンをこう全部閉めて、で、カットソーみたいな感じで着たいなって思ったので、サイズは M サイズにしました。着てみるとこんな感じです。私は暑がりすぎて4月の中旬ぐらいから半袖で1日過ごすような体感温度バグり人間なので、これからの季節正直この服をそんなに着る機会は多くないと思うんですけど、もし肌寒いような日があればこれを着ようと思います。で、4つ目はスニーカーです。スニーカーはマッキントッシュフィロソフィーで購入しました。私は身長が160センチなんですけど、少しでも背が高いように見せたいので、ペタンコの靴って持っていなくって、ヒールの靴かスニーカーならこういう厚底の靴を履くっていうのがマイルール で、この靴は厚底かつデザインも可愛いので購入しました。で、なんか無地なんですけど、縁のところにラインストーンがぐるって一周ついていて、それがすごい可愛いなって思って購入しました。サイズは23センチです。で、服もそうなんですけど、靴も会社に行く用と休みの日用っていう風に分けないようにしていて、で、この靴は会社にも履いていけるようなシンプルなデザインなので、会社に行く日も休みの日もたくさん使っていきたいなって思ってます。
5つ目はおまけなんですけど、紅茶を買いました。 H&F ベルクスっていうノンカフェイン専門の紅茶のお店で、ピーチティーとマンゴーティーを購入しました。で、紅茶が好きで家でもよく飲むので買ってみました。で、フレーバーの種類がすごくいっぱいあって、でお店に行くといろんな味を試飲できるんですよね。で、その中でピーチティーとマンゴーティーが気に入ったので購入しました。これは自分用に購入したんですけど、一つの箱に5個入って450円ぐらいだったので、ちょっとしたプレゼントとかにもいいんじゃないかなって思いました。以上が4月の購入品紹介でした。収納スペースが限られていますし、欲しいものがそんなにポンポン出てくるようなタイプでもないので、来月は多分何も購入しないと思うので、購入品紹介はしないだろうなって思っているんですけど、また何か買ったら紹介します。最後に、最近暑くなってきたのでクローゼットの中を整理して衣替えしたので、クローゼットの中の紹介をしていきたいと思います。まずはハンガーラックのエリアからで、ここにはトップスを数着かけていて、冬の時期にはここにコートとかアウター類をかけて収納していました。で、ハンガーラックは IKEA で購入したものです。服の選び方は少しこだわりがあって、色がピンクか白か黒以外の服は買わないっていう風に決めているので、私のクローゼットの中は基本的にこの3色で構成されています。この3色の中からどれか2色で全身をまとめるっていう風に決めていて、ピンクと白か、ピンクと黒か、白と黒のどれかの組み合わせに毎回するようにしています。この2着が先ほど購入品紹介で紹介したトップスです。ユニクロのカーディガンとスナイデルホームのブラウスです。次はクローゼットです。一番右の2着はルームウェアで、その次にトップスが続いていって、左の端のエリアにスカートとかパンツとかボトムスを収納しています。下の段に少し収納できるスペースが余っているので、ここに衣装ケースを置いています。左側にはこれからの時期にはもう着ない冬用の服とか冬用のルームウェアを収納していて、右側には靴下とかストッキング類を収納しています。この家に住むまでは服をすごいいっぱい持っていたんですけど、今はこの最低限の収納しかないので、服をしっかり厳選して毎日本当に気に入った服だけを着られるようになったので、結果的に良かったなって思ってます。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは丸の内で働くアラサーの私が仕事や私生活で体験したことや感じたことを好き勝手に発信しています。今回の投稿がいいなと思ったら、ぜひいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。